若林さんがアート活動を始めたきっかけみたいなことをちょっとお話しいただいてもよろしいですか。ありがとうございます。僕はそもそも、17、18で高校中退して、で、まあ、それからデザインの勉強をして、で、まあ、18かなからずっと今年35なんですけど、まあ、今までずっと去年の年末ぐらいまでデザインの仕事をしてて、でそのデザインって結構クライアントワークスで、まあ、その顧客とかクライアントがあった目的とか集客のためにするデザインっていうことの仕事をずっとやってて、で、まあ、そんな中たまたま赤坂に画材屋さんがあったんですよね。でちょうど3年前ぐらいなんですけど、僕荒戸の方にその時住んでて、で、まあ、何気に行ったら、まあそのまあ、店員さんからこう絵のお話をしてもらえるわけなんですよ。で、まあ、そこで興味本位に画材一式買って、でそれから趣味で描き始めたのが2017年で、そうですね。でその年末ぐらいに2018年の親不孝にアートバーってあるんですけど、まあ、そこのイベントに1年間出てみないってお声がかかって、でそれからですかね、まあ、こがけんっていう名前を付けさせてもらって、はい、活動することになりました。1年間結構長いですよね。そこで結構鍛われた感じ。あ、でもあの2人いて、あと1人別の方がアーティストがいて、で、毎月第4土曜日にそのライブペイントをするイベントがあって、なんで実質2ヶ月に1回なんで、はい、まあ、回数的には6回なんですけど、定期的に、はい、始めたばっかりで結構すごくないですか。いやでもいい経験しましたね。人前で描くっていう難しさ知りましたし、はい、すごい。さっきのお話でクリエイティブな世界に入ってグラフィックデザインだったっていうのがあるんですけど、はい、なんかそこからこうアートにこう変わ、アートの活動をこう変えていったっていう部分についてちょっとお話伺いたいです。あ、でもやっぱ長くずっとその18からずっと仕事をやってきてたんで、はい、で正直やっぱオペレーター業務なんですよ。まあ、デザインっていうのはなんかこう言葉がかっこいいんですけど、結局その企業の売り上げを上げるために、じゃあ例えばスタートアップだったらこういうお店を作るんでこういうロゴを作ってください、こういう名刺が必要です、はい、パンフレットも必要でホームページも必要ですっていう中で、やっぱその短納期で結構集中的に修正を繰り返して原稿を上げていくっていう、はい、本当結構パソコンの仕事がきつくて、あ、やっぱりお客様優位、なんていうんですか、優先というか、はい、やっぱりこう満足度の高いものを出さなきゃいけないと思いますので、それで、まあ、だんだんとこうちょっとアートで、まあ、そういう時に、まあ、フラストレーションが溜まってたじゃないですけど、はい、でもなんかそのアートってなんかデザインと結構似たようでもう全く真逆で、例えばじゃあクライアントワークスのデザインだったら、はい、クライアントありきのこう組み立てとか、例えば赤が好きって言われたら赤で構成するし、はい、丸のロゴが好きって言われたら丸でロゴを考えるし、でもアートっていうのは自分がしたいものを自分の好きな色で塗れるし、自分が描きたいものを別に今日描けばいいし明日描けばいいっていうことで、なんかそのもう完全真逆な世界なんで、それがもうめちゃめちゃ魅力的に感じてですね。で、まあ、将来的にはやっぱその僕が発信する側に回りたいなっていう気持ちでどんどんシフトチェンジしていった感じですね。アート活動って作家さんによっていろんなタイプがあると思うんですよね。いろんな方向をこう目指して進んでいったと思うんですけど、岡田さんはどんな未来をこう想像しながら活動してたんですかね。こう最初の頃っていうか、最初は本当趣味で描いてたんで、それこそ画材屋さんに行った話を先ほどしたんですけど、趣味で描いてて、はい、やっぱその人前で描くってまずそのそういうモチベーションじゃなかったんですよね。ただこう面白いなっていう感覚で始めて、はい、でインスタグラムにアップしてそういうお話が来て書くようになったんで、でその質問何でしたっけ。最初にこう、はいはい、まあアートを始めた最初の頃に、はいはいはい、こうなりたいなとか、ああそう、あ、はいはいはい、
最初は想像してなくて、でもその、はい、まあ、人前で書くっていう活動をし始めて、はい、そのなんかこう、じゃ例えば僕がアートをしてなかったら、こう画材屋さんに行ってなかったらって考えると、やっぱその今もデザインをしてたと思うんですよね。だからなんかそこの変化が僕にとってはものすごく大きくて、こうやってなんかまさか人前で書いたり個展をするとか思ってもなくて。そうですね、はい、今日もこうやって話しないんですよね。そうですね。だからなんかこう、その例えば今いろんな人いると思うんですけど、なんかきっかけって本当どこにあるか分かんないと思うんですよ。だからそういう僕の作品を通して見た人の変化を与えられる立場になりたいなと思いますけど。ちょっとここから具体的な感じで作品について少しずつ伺っていきたいと思うんですよね、はい、結構カラフルでこう大胆な感じの作品ね、本当に良かったですけども、ちょっと僕が気になっているのまず言っていいですか。はい、ここ、4点モチーフ同じなんですよね。でこれちょっとずつやって表現するんですけど、これなんでここを4点並べて同じモチーフなのかなっていう。まずモチーフは、はい、フェルメールの真珠の耳飾りの少女っていう、はい、結構 CM とかでも出てきて馴染みがある絵を題材にさせてもらって、はい、で、まあ、絵画を題材にしたっていうのも、はい、そのなんか僕なんか見たら分かる通り肌色じゃないんですよ、肌が、まあ、肌色とかももちろんあるんですけど、はい、めっちゃカラフルですよね。でその変化っていうのはやっぱ同じ絵画っていうみんなが知ってるものを通して、はい、変化を今回個展するにあたって見せていきたいなって思ってて、なんであのタッチも全て題材は同じですけど、はい、色を変えて描き方も変えて、見え方の変化っていうのをちょっと僕なりに表現できればなと思って今回4作品描き起こしました。ちょっと特に気になるのがこの1点だけモノクロなんですね、はいはいはい、これはなんか特別なポイントが。これは色を塗ってたら多分そこまでわからないと思うんですけど、はい、やっぱその骨格とか光が当たるところとか、はい、結構モノクロはベースはベースなんですよ。ただその陰影を濃ゆいところは例えば青を重ねて青の深い青にするとか、はい、それだったら肩あたりだったら 青も同じトーンだけど白を混ぜて薄めの水色を作ってそれを表現するっていうのを差別化っていうかこう比較対象として今回モノクロっていうのは描きました。なるほど。ゴルゲンさんのこう見てる世界の光と影みたいなのを、はい、そうです、分かりやすく表現してくれてるっていうことです。そうです。でやっぱり一色の方が線の流し方とか、はい、もちろんデッサンから僕ずっと描いてるんですけど、その下は下塗りをしてデッサンをして上から色を重ねていくっていう工程はもう全て同じなんですけど、はい、そこが一番モノクロの方が分かりやすいかなと思ってですよね。これあのちょっと骨格の感じがすごいこの形にあるのがこう見えますもんね。ありがとうございます。ちょっとこのテカテカしている、あ、はいはいはい、あ、そうですね。ちょっと聞きたいです。この作品とそちらの作品は表面がなんか艶やかな感じに仕上げられているんですけど、ここもこれはあのレジンって言ってエポキシレジンって言って、まあ、樹脂なんですよ。で、まあ、皆さん女性の方とかだったらネイルとかもレジンなんですけど、まあ、その種類が違うレジンなんですけど、はい、を取り入れた作品をもう1年から2年前ぐらいからずっとしたくて、でやっと最近になってもう20種類ぐらいレジンは試してやっと海外製のレジンでもう匂いもなくて、これアート用のレジンなんですけど、はい、に出会って、それを最近かな、本当半年ぐらい前からやっと取り入れるようになったんで、まあ、その光沢があるのとないのと、はい、あとこちらの作品使ったっていうのは、はい、やっぱその鉛筆の線とかそのまま残ってる状態で、キャンバスの白い部分がキャンバスの色なんですよね、白の絵の具、はい、は使わずに、はい、なんであの結構ホコリとかがやっぱ付着してしまうんで、キャンバスの表面って結構ザラザラしてるんですけど、はい、でそれの保護をするためにレジンを取り入れました。ちょっと
次の質問に行ってもいいですか。はい、はい。はい、ありがとうございます。小賀健さんの作品からカラフルな力というか、エネルギーみたいな、なんかそういったこうパワーを感じるんですけど、なんかこうどんな思いで、まあ、活動を、まあ、これからもして、まあ、今までもしてきてというふうなところをちょっと、もう少し詳しくお話しいただけますか。活動はまあ、今コロナでこういう中でそんなに活動できないんですけど、はい、やっぱり例えば1年前とか2年前とかからもやっぱりインスタグラムとかを通して、例えばフォローになってくれてる人とか、はい、オーダーをしてくれてる人とかの方に、まあ僕自身がアーティストとして価値を上げて、うん、まあ、例えば金額の面だったりとか知名度の面だったりっていうのを提供できるように、まあ、一応全国を回ってもちろん全国の個展とかもちろんするつもりですけど、はい、例えばここで言うと福岡の鳥飼八幡宮は僕が写真を撮りに行って原画を起こした作品で、その神社の御朱印帳にもなってる作品なんですけど、まあ、こういった題材を自分の足で回って見た風景とかを、まあ、僕なりに作品に落とし込んで海外に発信してもっと価値を深めれればなと思ってます。はい、いろんな場所でということです。これってもうすでにいくつかは行ってる感じなんですか。あ、行きましたね。でもま去年やっぱ富士山とか、はい、例えば広島だったら厳島とか原爆ドームとか、結構世界遺産はあったんですよ。でもね、富士山は河口湖から見たんですけど、はい、1日粘って顔を出さなくて、もう帰りの時間になったんで帰ってきて、はい、で広島も厳島今改装中なんですよ。で原爆ドームも改装中で、ちょっとここの3つは見れなかったんで、はい、でも結構去年だけでも都道府県は結構回ったんで、はい、写真は、はい、結構撮って、はい、ちょっと今お聞きした話も少し入るんですけど、今後の活動予定っていくつか決まってらっしゃると思うんですよね。その中で今ちょっとお話しできるものとかあれば、少し皆様にも、はい、お話しいただけますか。近々で言うと、はい、ありがたいことに僕専用のギャラリーが茨城県にできて、今度もう5月13日のオープンなんですけど、で28日からそこには行って、はい、まあ、茨城の方から、まあ、活動のもちろん拠点は福岡ですけど、はい、一番身近で言うと茨城のギャラリーをオープンして、まあ、ライブペイントでそこに6メーターの壁画を描かせてもらうんですけど、っていう活動は、まあ、近々するんで、それと並行してやっぱ全国は回っていきたいなと思ってます。はい、ちょっとびっくりですね。小賀健さんのギャラリーが僕が作ったわけじゃないですけど、こうオーナーさんはもちろん別にいて、はい、そこに行けば小賀健さんの作品が、はい、そうです、はい、見られる、たくさん見られる、そうですね。すごいですね。でそこに6メーターの、そうですね、素晴らしいですね。書いてきます。その後とかは、その今たくさんこう撮っている、まあ、いろんな名所とかそういったもののこう作品っていうのは展開とか考えられるは、やっぱりもうそのさっきも言った感じなんですけど、とりあえず全国に回って結構やっぱオーダーしてくれてる方とかももう全国関西関東とかも多いんで、まあ、納品に行くついでとか、はい、例えば何かをするついでとかに回って、でも本当コロナなんでもう本当何とも言えないですけど、そうですね、なかなかちょっとね、はい、難しい時期もありますけども、そうなんですよね、はい、なんで海外っていうのはもう早めに行って、その僕が見た日本っていうのを作品を通して発信はしていきたいなと思ってます。そうなんですね。じゃあちょっとそれもものすごく楽しみなスケジュールで、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと用意した質問これぐらいなんですけど、はい、はい、ということでちょっとここからですね、時間もまだ全然あるので
なんか今日来ていただいた皆さんにちょっと質問とかあったら聞きたいなっていうふうに思ってるんですけど、なんかこういうこと小池さんに聞いてみたいなみたいなことあったら、いかがですか。ちょっとじゃあ僕最初に一つお聞きしてみますか、はい、なんていうんですかね、このこうカラフルなこう感じのリズムとかそういったのを見たときに、なんか小池さんってこう書いてるときどんな感じなのかな、音楽聴いてるのかなとか、なんかこう考えちゃってああそうですね、なるほど。聞かれます、ね、結構聞かれますね。時間とか、なんかその、はい、どういうこと考えてるんですかとか結構聞かれます。なんか線がめっちゃスピーディーな感じするんで、はいはいはい、こう多分ブレも早いんだろうなっていうのなんですけど、どのぐらいでこう書いちゃうかな。でも今回の4作品に関しては、はい、これは1枚キャンバスプリント、この作品をキャンバスにプリントして面積が広い部分は塗り重ねてるんで、この2つの作品に関しては一緒なんですけど、はい、なんで実際作成したのは 1,2,3 点なんですけど、これはだいたい1日おきでも仕上がってきた感じです。1日おきってめちゃ早いですよね、このこれはですね、ちょっと個展が決まってたんで、でも普段だったら1週間とかそれぐらいかけて作品を書いてます。ちなみになんかその時こうどんな音楽を聴いてたんですか。音楽はなんだろう、そんな僕入ってこないんですよね、耳に。だから流れてるんですけど、だいたい YouTube のミックスリストみたいなをずっと流してて、音楽は流れてるんですけど、はい、別になんかこれを書きたいんで例えばジャズみたいなっていうわけではなんかそこまではこだわってはないです、はい、結構もう集中するための導入みたいな感じで、そうですね、ちょっと僕それ聞きたかったところだったんです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。なんか僕がちょっと聞いてみたいなっていうことを考えたらいかがでしょうか。はい、集中できる制作の時間帯、朝とか深夜の集中とか、深夜が集中できますね。11時から3時までが集中できて、昼は全然集中できなくて、あとはもう朝から昼までです。その朝から昼の間はどんなことしてるの。はもう書いてます、作品書いて、だいたい7時半から8時ぐらいに最近起きて、で1時間ぐらいぼーっとして、で2時ぐらいまで作品書いて、でそれからまた8時にちょろっとって感じです。もうで11時ぐらいから深夜にかけてもがっつりする感じですか。結構バラバラですって言いながらアーティストさんなんですけど気になりますよね。そうですね、はい、まあ、結構夜型だけど割とずっと書いてる感じです。そうですね、はい、まだ、はい、あ、お願いします。息抜きってどんな風になんか息抜きはどんなの。でも最近は充実結構してて、やっぱこういうイベントだったりとか、そのなんか遠方に行くこととかが入ってるんで、息抜きは比較的できてるんですけど、例えばコロナで外も出れなくて、まあ、基本的にそんな出ないんですけど、そういうイベントとかももちろんできなくてっていう時は、息抜きなんだろう、絵描くことですかね。でも絵は好きなんで、多分なんか好きな作品を、結構オーダーとか溜まってきた時とかはもうあえて自分の作品をなんか書いたりはしてます。そうするとオーダーにもなんかこう気持ちが切り替わる。変わりますね、もう気持ちが本当直で来るんで。だからもう気分が落ちてる時の絵とかも最悪ですよ。最悪っていうかもうなんか独特です。他に聞いてみて、あ、どうぞ。色使いとかが特に素敵だなと思うんですけど、はい、ありがとうございます。なんかインスピレーションを受けている画家とか、はい、モチーフを選ぶ、はい、はいはいはい、インスピレーションを受ける画家ってもちろんいるんですよ。その海外の方ってやっぱ日本よりもちろん広いんで、人口も広いし、そのもう土地っていうか
もう国自体も広いじゃないですか。だからその画家の分母っていうのももうすごくて、でやっぱ日本より教育の面でアートっていうのが取り入れられてる世界っていっぱいあって、でこう誰か一人っていうのは別にこういないんですよ。でもその僕も趣味から最初始めたんで、最初ピンタレストっていうアプリを見て、やっぱあれ保存できるんですよね、結構好きなものとかを。でずっと保存してて、でもその1年前に保存したやつの例えば別の画家さんの作品だったりっていうのと今年保存するのってやっぱ変わっていくんですよね。なんかトータルで結構見返して、なんかそういう参考とか塗り方も分かんないんで、なんで YouTube とかで、なんか特定の人はいないんですけど、なんかいろんな人の刺激は結構海外からは受けてますね。逆に日本っていうのはあんまこうあんま露出してないですもんね。なんか YouTube とかもあんま出てこないし、うん、本当色使いが独特で、赤っぽい色と青っぽい色のこう対比っていうか、その辺がとても気持ちいいんですよね。やっぱその辺とかこう、まあ、色の配置のバランスみたいなものとか結構意識しながらやるんですか。意識は、意識するとしたら、あのモチーフ僕写真から描くことが多いんで、はい、例えばこれも写真じゃないですけど実際の原画があって、はい、鳥飼八幡宮も僕が撮った写真っていうのがあって、でやっぱ光と影ってあるじゃないですか。例えば陰影をつけるにしろ光がないと影ができないしっていうのをただ色で表現してるっていうか、だからあの明るいところにはもちろん明るい写真見た明るいところに黒を載せたらそれ影になってしまうじゃないですか、光って。なんで明るいところには例えばトーンの軽めなイエローとかを持ってくるとか、なんかそういう意識はして描いてます。だから本当モノクロっていうか陰影がベースの、ただそれが白と黒がカラーに変わったっていう、簡単に言うとですね、まあ、そこまではいろいろ考えてますけど、でも今のお話聞いてこのねこう2つの作品を見るとそういうふうにこう考えて、なんであの写真撮ってあのスマホのアプリっていうか写真も編集でモノクロにできるじゃないですか。だからモノクロにしてみたら多分こうなんか分かりやすいかもしれないですね、あの僕の作品を写真で撮ってみて、はい、あ、なるほどですね。そしたらなんかこう光と影っていうのが多分もっと分かりやすく出てくると思います。試してみたいと思います。はい、お願いします。はい、そろそろ時間の近いんですけど、最後何か、これ聞いておきたいです。あ、じゃあどうぞ。来た。はい。書き始めた時の、はい、時と今、変わったことと、はい、変わらないこと。あー、なるほどですね。と、一番大事にしている小分けのテーマというか、はい、おはざます。ちょ言いそびれたなってちょっと思ってたんですよ、それ。あのこうさっきも言った感じで趣味から始めて、まあ、きっかけの話をさせてもらったじゃないですか。でなんかその僕がきっかけにこうなりたいってめっちゃ作品を通してですね、なんかそのそれはめちゃめちゃ思ってて、だからなんか例えば今日来た人とかも、まあ、話を聞いて、例えばなんか今こうチャレンジしたいけどできないとか、何かしたいけどできないとか、例えば家に絵を飾りたいけど迷ってるとか、自分も描きたいけど描けないとかいう人のなんか、まあ、僕がきっかけの一になりたいなと思ってて、と同時になんかその例えば趣味で描いてた時にイベントに呼んでくれた人とかで、やっぱ知名もない、ね、僕をなんかこう評価してくれた方に対しての、まあ、恩返しっていうのは僕が活動をもう身を削ってでも価値を上げてでもそこは見出していきたいなと思ってます。あ、やっと言えました。ありがとうございます。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。すいません、来てもらってありがとうございます。